答え。パカ。パケンカズ。お願いします。お願いします。相変わらず腹立つやつらだなこいつら、マジよ。お前らに集まってもらったのは他でもない。ああ当たり前だ、他でもねえ。それは当たり前だ。そんな言い返し方ねえよ。まあ日頃のお前らに俺は腹が立ってんだよ。まあ俺も腹立ってるけどね。こちらこそバカ。グループに短期はいらないからな。何何何何日頃から腹立ってること、それはまずくて水道水が飲めないということだ。お前らみたいなもんはな、本当は水の味何も分かってねえんじゃねえかっていう話だよ。まあ水には味はないけどね。味はないけどね。味はないよ。まあ喉越しとかだよ。それ分かんねえやつはやっぱダメなんだよ、うんうん、ということで本日の企画は、その水道水飲めないって生きてるやつに聞き水させてみたー。今回のではっきりさせよう、白くん。もしもお前らが水当てるようならば、俺はもう水道水飲めないって言わない。ただマジで全然当たんなかった場合、お前らもう水買うなよ。なあ、ケーキで水いっぱい買ってここに置こうぜみたいな話してるやついたけどよ。まあそれはな、まあ見てくれればわかるな。そうそうそう、俺も水大好きって愛してるから、やっぱ頑張ることだから、まあ、で今回用意したのは天然水色のスクリスタルガイザーエビアン、一番安い水、あと水道水ということで、はい、こちらで検証していきたいと思います。それではやってまいりましょう。せーの、やっちょ、じゃんけんぽい、スクワッド。はい、ということで、まあさすがのお前らにもこのまま一発でやらすのはかわいそうだから、最初に飲み比べさせてやるよ。いや時間の無駄だったら俺鼻ほじってた方がいいか。いいだね。いらないの、いらないの。じゃあまずいきます、一つ目から、うん、はい。ちげえよお前、こういう時は大体目開けて飲むんだよ。なるほどね、ちょっと柔らかい、でもとろみがある。イロハス。お前見ながらやってんのにダメじゃん。そんなことある、今も見てたからな。お前どう、味。あーちょっと硬いね。コントレックス。死んでぶっちゃけ言ったらイロハスと天然水飲んだじゃん。どう、一緒。で俺ベロで転がすタイプだから、ここにやってるから、ここ飲むよね。ミスを犯してるよ君ら。あ、いや、まあ、あとず、あとず言わずだよ。あとず言わず、あと聞いたことない言葉だったんだけど。じゃあ俺一番好きなクリスタルガイザー。クリスタルガイザー、そうなの。マジレベッチ。なんかポッシブルの味する。なんて言うの、言えばいいんだろう。インポッシブル。あ全部飲まないと飲み比べの意味ないからね。一つずつ目隠しをして水を飲んでもらいます。順番を覚えておいてくださいね。最後にまとめてホワイトボードで回答していただきます。1個目のお水がこちらです。こいつか。今コウタさんが飲んでます。結構ガチでもらった。うんうん、わかりましたか。また、あー美味しかった。はい、1つ目終了です。2、はい、つ目のお水がこちらでございます。2個目でさ、これ持ってバカ、水初心者でしょ。わかりました、どうも。大丈夫、はい。3個目はこちら。リアルに俺これ 200% 当てられる自信あるよ。二度と出すな。え、飲まない、待って、一回飲むよ。飲むよ。はい、あざす。3個目が終了です。続きまして4個目はこちら。本当に分かってんだろうな。分かったでござる。それよりも順番覚えなかったら、また、またこれが今4つ目ね。あとウインナー入れた。ウインナー入れた今。問題の出し方がね、単純。そう、この出し方するやつって大体ね、あんな経験少ない。うわ、出せーな。ラボコに水ったんじゃん、うん、あれって飲んだことない人ってこんな経験少ないんだよ。そうです。だからこういうパターンの人は出したことないんだよ。そういうことか。なんかかわいそうになってきた。かわいそうなってきた。なんか、え、わざと間違えたのか。マジックできやがれ。うがれみたいなもんは。じゃあ次いきます。5つ目はこちら。ウィッきたー、フフーブルー。やばい、お前はなんか遥か目の前で。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ最後6個目がこちらでございます。もうええて。え、ガチで俺も払いたい。一瞬かなって。1個払いそう。 OK。 おい、なんやなあ、全部いってんじゃん。おかわりあれや、おかわりをくれ。
なくなっちゃったから。違う、おかわりをくれ。え、いないだろ。あいつうんこ言ってるわ。ここはいた、まだいた、いった、いった、はい、今から見て、色発ついていきます。え、色発ついていきます。色発つ、あ、なんでもう言ってる、もう色発ついてくっちゃった。でした、ついた。やばい、待って待って待って、答え言った、ちょっと待って、答えばーちゃん、ちょっと待って、忘れちゃった、最初の出会い知ったよ、これバカだ、色つきます、バカだ、ゼロカ確認します、はい、バカがいます。あれ、ちょっと待って、忘れちゃった、裏方にバカがいます。はい、見てました。それでは、目隠しを外してください。周りの人の回答は見ないでください。1から6まで書いてください。あと一つ言い忘れてたんですけど、今回の合格基準なんですけども、4問以上正解で合格となっております。6分の4合ってれば正解となっております。それは俺のプライドが許せないけど、それでいいならいいよ。数は6問つきます。違う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 、ダメです、俺のプライドがあるけどね。 OK、 じゃあまずは自信満々のコウタさんから。まあ多いな。俺の回答はこちら。安いのガイザー、水道水、エビアン、イロハス、天然水。あー、なるほどね。ワンツーちょっと悩んだ。はい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 。でも3、4は明らかに違うのと、5、6はちょっとね、やっぱ両方よく飲んでるからあれなんだけど、天然水の方よく飲むから、最後一気して、あのいつもの感じ、はい、思い出した。かしこまりました。ちょっとすいません、なんか、こうチームでやってきたんですけど、今まで、はい。ごめんなさい。切ります、お前。はい、僕も。お前らの水、友じゃないの。いや、全然全然。俺が本物のツイター。ツイター俺がスイマー。すごい首振ってるもんね、横になり。ダサすぎる。どうする、じゃあ、はるかから行く。まあ、次、はるかさんの回答をお願いします。ドン。1、エビアン。2、天然水。3、水道水。4、クリスタルガイザー。5、安い水。6、色はず。帰れ、こいつ。もうさ、帰れよ。え、だからもう俺、ごめん、一匹狼にします、僕は。今日から。お前ら切ります。いや、普通に、論外だったけど。お前に関しても、うん、バカ裏だったから、最後、色はずって言ってたよ。そうだよ。違うんだって、お前ら、カメラマンの性格も。俺は普通にこれの味で分かった上に、カメラマンのもう、あれ込みで、もう、確定した。いやこう自分で 80-90% の自信あって、カメラマンのああいう性格俺知ってますから。ガチ焦ってた時だから、多分裏で頑張ってたもん。そう、静かだったもん。ヤツが何言ってんねんっていう空気出して、で、ケンゴが焦って、ケンゴです。そう、はい、だから6は確定らしいもん。はい、じゃあ分かりました。カズさんの回答お願いします。1、天然水。2、安い水。水道水、エビアン、クリスタルガイザー、イロハス。おお、でもあ、でも3、4は一緒だ。そうだ、3、4はるか以外、うん、3、4は、ここわかんない。普通に女性じゃん。なんかそう、3、4はここはスイマーじゃない。え、だからそう、そうなんで、スイマーから言わせてもらうと、3、4は、あ、分かってる、分かってる。ここはもう、ここは俺らの当然なやつなんだけど、5はクリスタルガイザーで、ここで俺感じたんだ。あ、でも5に確かに俺ガイザー飲まねえからな。いや、俺ガイザーをちょっと死んだ時に飲んでて、これ感じたんだけど、ガイザーのあのちょっと癖のある味があるんだよ。だから5はガイザーで使えない。あ、2、5はあんちゃんで食らうな。あれ下に何て書いてる？あ、見たかバカ簡単だって書いてる。じゃあ改めてもう一度言いますが、4問以上正解でクリアとなっております。はい、1番目、安い水。全然合ってない。天然水よ、マジ。俺もこれはマジ、これ1日と1ヶ月で8リットル、いや、日本の生産量の多分 10% 俺が飲んでるぐらい自信持つ。飲んでコータはね、コータは間違いなく天然水一番飲んでるから。これマジ日本国民で一番飲んでる。2番目、天然水。はい、バーカーが日本で一番飲んだって言葉を覚えてるかい君。天然水ですよ。天然ガチか。お前ダサい。ガイさんはないってダサいな、あんだけ言っといて。次は全員。3番目、これも分かる、これも水道水。はい、これはね、もう当たり前というかまずすぎてびっくりしたね。はい、美味しくない。そして4番目、エビア。はいはいはい、まあ、もうね、ってことは俺もうあれじゃん、これ正解だったら成功する。お、そうだ、お、そうだ、カズとポータどっちかが成功する可能性が見えてまいりましたが、しかないけど、あのクリスタルガイザーの、いや、でも天然水が出たのに、これだな。5個目、クリスタルガイザー。うわら、来たー。ということで6個目はイロハスとなってまいります。バカがー、よっしゃ、ほら来た。ここ逆か、迷ったよね。ここ逆か。おい、待って待って待って、おい待って頼むじゃねえ。7個目のトリア出して。
斜めドリアン出してないんだ。めっちゃ臭いやん。めっちゃ臭かったか。斜めのドリアン出してません。ドリアンじゃないんだ。なんだ。そしてイロハスはカメラマンのガチミスです。ほらあの感じガチミス、そんなポンコツうちにいたんだ。僕がうんこから帰ってきたら水で遊んで、ジェスジェスみんなイロハス継ぐねって言ってました。やっぱバカだったな。でも別にカメラマンが言う前にもう俺これだったんだけど、ここマジ迷ってた。まあちょっとね、これもどうなのかっていうところありますよ、正直。イロハス、カメラマンさん。だったら、いやもう別に当然っていうか当然っていうのだし、あと天然水で安い水を間違えてるって言ってんで、君はちょっと仕方だと思うし、まあ、僕からしたらもう水失格って感じですから。そうだね、安い水と天然水間違えるってもうさ、安いのでいいじゃん、うんうん、ほらだって俺天然水飲まないよ、さちょっと待って、いやまず裏方失格だ。水の前に、うん、とりあえず点数ははるかさん3点、お3点、こうたさんが3点、かずさんが4点で、はい、見事カズさん突破でーす。やべえ、やべえ。いやもう飲みたくないだろ、この水道水は。で安い水は飲んでいいんで、まあ、いやスペシャルガイドしか買わない。まあでも俺が思ってた以上にみんな水分かってたでしょ。ほらちょっと舐めてたわ、さすがに。なんか俺だけ飲んでも同じだと思ってたから。だからそれはまず睡魔になってない。睡魔こっちへ来る。睡魔になれば大体硬水か軟水か溶水は分かるんだ。2週間くらいで睡魔になれるけど、まあ、イロハスはもうサービスでしたけどね、左2人。じゃあ今回はカズさんだけクリアということで、ありがとうございます。コウタさん、ハルカさんはうち、にいるときはちょっと水道水を飲むように。待ってる、はい、下水じゃダメ俺。なんで下水の方が見てんのかよ。水道水飲むぐらいだったら下水の方がいいわ。うんこより汚いの出てねえわ。ということで以上、イキリ水王決定戦でした。バイバーイ。次回の動画も見てね。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。